英語学習の時間がやってまいりました。 How are you doing everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか。偉大な先人の言葉を使って英語力と人間力一緒に高めていきましょう。経の父と言われた松下幸之助さんが残してくれた言葉、今回テーマ紙一重というこのメッセージですね。これを使いながら英語力そして人間力を上げていきたいと思います。まずはメッセージ日本語で音読をしてその意味しっかりと理解していきましょう。次にその日本語を英語に訳したものを使ってしっかりと英語を声に出して、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げながらしっかりと難しい単語や表現、文法、そしてメッセージの意味理解していきたいと思います。3番目は総仕上げということで、もう一度初めから終わりまで英語を聞いて学習した単語、表現、そしてメッセージの詳細内容をしっかりと英語で聞き取れるのか復習していきたいと思います。日本、世界、何かと閉塞感、暗いニュースも多いですけれども、偉大な先人の言葉、勇気をくれたり気づきをくれたりですね、元気をくれたりしますので、これを使いながら英語力、人間力を上げていきましょう。英研究家事チャンネルいいなと思った方はチャンネル登録ボタン、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは早速このメッセージを使って英語力、人間力を上げていきましょう。 Let's get it started。では画面左、日本語訳ですね。まずこれを音読をしながらしっかりと意味を捉えていきましょう。次に右側の、その日本語を英語に訳したものを使いながらしっかりと詳細見ていきたいと思います。それでは声が出せる視聴者の方ですね、一緒に左側の日本語をまず音読をして内容を理解していきましょう。紙一重、天才と狂人とは紙一重というが、その紙一重の違いから何という大きな隔たりが生まれてくることであろう。たかが紙一重と軽んじてはいけない。そのわずかの違いから天才と狂人ほどの大きな隔たりが生まれてくるのである。人間の賢さと愚かさについてもこれと同じことが言えるのではなかろうか。剣と愚とは非常な隔たりである。しかし、それは紙一重の違いから生まれてくる。すなわち、ちょっとしたものの見方の違いから、偉い人と愚かな人との別れが生まれてくるのである。どんなに見ようと、人それぞれの勝手である。だから、どんな見方をしようと構わないようではあるけれど、紙一重のものの見方の違いから、剣と愚、成功と失敗、繁栄と貧困の別が、分かれてくるのであるから、やはりいい加減に物の見方を決めるわけにはいくまい。考えてみれば、お互いの生活はすべて紙一重の違いによって大きく左右されているのではなかろうか。だからこの紙一重のところをつかむのが大切なのであるが、これはただ一つ、素直な心になることである。素直に見るか見ないか、ここに紙一重の鍵が潜んでいる。という、こういうメッセージでした。さあ、視聴者の皆さんですね、どんなメッセージ、受け取りましたでしょうか。どんなことを感じましたでしょうか。それでは次はですね、この今、音読をした日本語を英語に訳したものを使って、英語力、人間力を上げていきたいと思います。まずはじめは、最初から最後までですね、一通り聞いてみましょう。そしてアウトライン、どんな単語や表現、文法が使われているのか、どんな風に訳されているのかなどなどですね、アウトラインですね、概要を捉えていきたいと思います。読まれているところ、このようにカーソル合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。Let's try to understand the outline of this message. Let's try it. では、聞いていきましょう。It's a fine line. They say that there is a fine line between a genius and a madman, but what a huge gap that line creates. Don't underestimate it as just a fine line. That small difference creates a huge gap like that between a genius and a madman. Can't the same thing be said about human intelligence and stupidity? There is a huge gap between wisdom and stupidity. But it's a fine line.In other words, the difference between great people and fools is created by a slight difference in how you look at things. However you look at things, it's up to each individual. So it may seem like it doesn't matter how you look at things, but the difference between wisdom and stupidity, success and failure.
Prosperity and poverty comes from a fine line in how you look at things, so you can't just decide how you look at things. If you think about it, aren't our lives all greatly influenced by a fine line? So it is important to grasp this fine line, and there is only one way to do this, to have an open heart. The key to this fine line lies in whether or not you look at it openly.さあ、いかがでしょうか。一度聞いてみましたけれども、出てきた単語や表現、文法、理解できましたでしょうか。それでは次はですね、このパート、部分部分、英語を声に出しながら、スピーキング力の練習ですね、アップの練習をしながらですね、単語表現、さらに詳細を見ていきたいと思います。It's a fine line. 紙一重、fine line ですね。It's a fine line. They say that there is a fine line between genius and madman. ですね。There is a fine line. 紙一重がある。Between 何々の間に。Genius. 天才ですね。そして Madman というのは狂人ですね。狂った人。狂人。そこには Fine line. 紙一重の差がある。But what a huge gap that line creates. しかし、その大きな差ですね。Huge gap that line creates. その紙一重が作り出す大きな隔たり。大きな差があるということです。そして Don't underestimate.Underestimate というのはですね、まあ、軽んじる、軽く見るということですね。でも、don't がついてますので、それを軽く見てはいけない。don't it. A just a fine line. 紙一重。たかが紙一重と。軽んじてはいけないですね。don't understand, don't underestimate it as a just fine line. That small difference creates a huge gap like that between a genius and a madman. 天才と狂人ほどの大きなHuge gap. 隔たりというものをその紙一重ですね。わずかな違い、small difference が creates、生み出すのであるということです。それではこの they say からですね、madman までもう一度通しで英語を一緒に音読をしながら英語を話す練習をして、スピーキング力、内容を理解していきましょう。They say that there is a fine line between a genius and a madman, but what a huge gap that line creates.Don't underestimate it as just a fine line. That small difference creates a huge gap like that between a genius and a madman. それでは次見ていきましょう。このパートですね。Can't the same thing be said about human intelligence and stupidity? There is a huge gap between wisdom and stupidity, but it's a fine line. この部分ですけども。Can't the same thing. 同じことが言えるのではなかろうかというですね。Can't the same thing be said. 受け身になって can't the same thing. 同じことが言われる。About human intelligence and stupidity. 人間の intelligence, 賢さと stupidity, 愚かさについても同じことが、can't be said. 言えるのではないか。There is a huge gap.まあ、大きな違いがある。wisdom and stupidity ですね。wisdom 賢ですね。賢い。そして stupidity 愚か。愚。賢と愚。の間にも大きな隔たりがあると。but it's a fine line。でもそれは fine line。紙一重であるということです。in other words、すなわち他の言葉で言うとですね。the difference between great people and fools is created by a slight difference.In how you look at things. ということで、他の言葉で言うと、Great people、まあ、素晴らしい人、そして Fools、そうでない人ですね。偉い人と愚かな人の間の違いというものは、Is created by 何々によって生み出される。Slight difference、小さな違い、ちょっとした違いですね。どんな違いかというと、How you look at things、ものをどういうふうに見るかという、その違いから生まれてくるということです。では、この can the same thing からですね、この最後の look at things、この部分一緒に声に出しながら、スピーキング力上げながら振り返っていきましょう。Can't the same thing be said about human intelligence and stupidity? There is a huge gap between wisdom and stupidity, but it's a fine line. In other words, the difference between great people and fools is created by a slight difference in how you look at things. ですね。さあでは次見ていきましょう。このどんなに見ようとですね。
このパートを見ていきたいと思います。However, you look at things. It's up to each individual. ですね。You look at things. もの、どんな風に見ようと。It's up to each individual. まあ、それぞれの人に up to ですね。夜、それぞれ勝手であるということです。So it may seem like it doesn't matter how you look at things. だから、may seem like こんな感じである。It doesn't matter. 問題ない。How you look at things. ものをどんな風に見ようとですね。構わないようではあるんですね。May seem like. But, しかし、the difference between wisdom and stupidity. Good or can ですね。賢さと愚かさの間には difference、違いがあると。Success and failure. 成功と失敗。そして prosperity and poverty. 繁栄と貧困。ですね。こういうところには違いがあって、comes from a fine line in how you look at things. どのようにものを見るかという fine line。紙一重のものの違いからやってくると言っています。So you can't just decide how you look at things. ということで、ですから you can't 何々することはできない。ただですね、単純に how you look at things、ものを見る。いい加減にものを見るということではいけないのであると。いう松下幸之助さんのメッセージですね。で、この however ですね。however you look at things から、この you look at things この部分一緒に声に出しながら、スピーキング力を上げながら内容を振り返っていきましょう。however you look at things is up to each individual. So it may seem like it doesn't matter how you look at things. But the difference between wisdom and stupidity, success and failure,Prosperity and poverty comes from a fine line in how you look at things. So you can't just decide how you look at things. では最後の部分ですね。考えてみればというこの部分を見ていきましょう。If you think about it, それを考えると、And our lives all greatly influenced by a fine line. Our lives, 私たちの生活というのはこの fine line, 紙一重。の影響によって大きくですね。Greatly influenced 大きな影響左右されているんではないかということです。So it is important to grasp this fine line. だからこれが重要である。Grasp というのは掴むですね。This fine line この紙一重のところ fine line を掴むというのが important 大事なんだということですね。And there is only one way to do this. そしてそれをするには紙一重を掴むにはこれしかない。Only one way to have an open heart. 開かれた心、素直な心、open heart 持つしかないということです。The key to this fine line, この fine line, 紙一重というところのキーはですね、lies, ここにあるということですね。lies in whether or not you look at it openly. まあそれを openly, 開いた心、素直な心で見れるかどうか、whether or not.というところに rise in 潜んでいるということですね。それでは、ここ if you think about it からですね look at it openly まで一緒に音読をしてしっかりとスピーキング力上げていきましょう。 If you think about it and our lives all greatly influenced by a fine line so it is important to grasp this fine line and there is only one way to do this to have an open heartThe key to this fine line lies in whether or not you look at it openly. ということです。さあどうでしょうか。視聴者の皆さんも一緒に声を出しながらしっかりと松下幸之助さんのメッセージ。今回はですね、紙一重、fine line について学びましたけれどもいかがでしょうか。天才と狂人、紙一重と言うけれども、その紙一重、ものの見方が非常に大切であるということですね。そしてその違いどこから生まれてくるのか。どうしたらその紙一重をつかむことができるのかっていうと、open heart、素直な心になることだということですね。そして振り返ってみれば考えてみると、私たちの生活っていうのはいろんな決断をしたりとかですね、決定を下しながら、紙一重のところでですね、大きく、まあ、分かれている、左右しているんだ、ということでした。さあでは最後ですね、もう一度、振り返り。ですね、総復習ということで、この紙一重というメッセージ最初から最後まで英語を聞きながらですね学習した単語表現そしてこのメッセージに込められた思い振り返っていきましょう
Let's try to understand every deep meaning of this message. Only listening English. Let's try it. それでは英語を聞きながらですね、振り返っていきましょう。It's a fine line. They say that there is a fine line between a genius and a madman. But what a huge gap that line creates. Don't underestimate it as just a fine line.That small difference creates a huge gap like that between a genius and a madman. Can't the same thing be said about human intelligence and stupidity? There is a huge gap between wisdom and stupidity. But it's a fine line. In other words, the difference between great people and fools is created by a slight difference in how you look at things.However you look at things, it's up to each individual. So it may seem like it doesn't matter how you look at things, but the difference between wisdom and stupidity, success and failure. Prosperity and poverty comes from a fine line in how you look at things, so you can't just decide how you look at things. If you think about it,Aren't our lives all greatly influenced by a fine line? So it is important to grasp this fine line, and there is only one way to do this, to have an open heart. The key to this fine line lies in whether or not you look at it openly. さあ、いかがだったでしょうか。最初から最後まで英語聞いてみましたけれども、学習した単語表現、そしてこのメッセージの意味ですね、英語のリスニングでしっかりとつかめましたでしょうか。私たちの生活、すべて紙一重の違いによって大きく左右されているのではないかということですね、そして大切なその紙一重のところ、どういうふうに見るかというと、素直な心、オープンハートですね、まあ、これを持ってみることが非常に大切であるというこんなメッセージでした。さあ、いかがだったでしょうか。今回はですね、経営の父と言われた松下幸之助さんの紙一重というタイトルのメッセージを使って、新しい単語表現と出会い、そして大切なメッセージ、英語を学びながら人間力もアップできたんではないでしょうか。英研究家事チャンネル、こんな感じで、先人のメッセージで英語力と人間力アップ、他にも最新のニュースで英語力と情報力アップ、そんな動画もたくさん配信していますので、いいなと思ったらチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と人間力、情報力高めていきましょう。 Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and their expressions as well as very inspiring important message from this video. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.